はい、えー、こんにちはレトスの小野です1月9日の3問に入る前に、えー、本日はお客様からの、えー、ご相談で一番多い勉強の仕方についてお伝えいたします勉強の仕方については、えー、別途動画、えー、用意させていただきましたのでこの動画の下の概要欄もしくは 右上ですねこちらのお知らせボタンの方からご確認いただけますまた動画の最後に勉強の仕方の動画のリンクについてもお知らせいたしますのでそちらからもご確認いただけますでは問1です賃借人 A は賃貸人 B に対する建物の賃料の支払いが不能になった場合 A は B に対する資金返還請求権を自動債権として弁済期が到来した賃料債務と 対等額で相殺することができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、え答えは、賃借人 A は、敷金返還請求権を自動債権として、相殺することはできませんので、誤りですね。この敷金返還請求権というのは、 新作物を明け渡した後に発生する権利なんですねそのため明け渡しがされていない以上敷金返還請求権を持って総裁を主張することはできませんよって誤りだということですねつなげて覚えることで試験であれどっちだっけと迷わなくなります個別指導の受講者さんについては受講者専用のメールマガでえ動画をお送りさせていただきますのでそちらで学習しましょうで途中なんですけれども現在の個別指導の割引価格は明日までとなります 明日の24時を過ぎると値上げとなりますのでご注意ください。1月から理解学習を始めれば、初めて勉強する方でも一発合格できます。もちろんこれまで勉強したことがある方であれば、なおさら合格しやすいです。これは理解学習をしている方に限るので、理解学習ができていないとなかなか合格するのは難しいです。なので、ぜひ理解学習を行っていきましょう。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。 あなたのおお待ちしてりりまますすそれでは問2に入ります取引の相手方が宅地建物取引業者であり重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合は媒介業者は重要事項説明書を交付すれば説明する必要はない丸か罰かという問題です答えは丸ですね重要事項説明は相手方が宅建業者の場合は省略することができます 35条書面の交付義務は省略できないので、35条書面は交付しないといけません。つまり、35条書面だけ宅建業者に渡しておけばいいということになります。では問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、 したいなくその群れを都道府県知事に届け出なければならない。丸か×かという問題です。で答えは、これ×ですね。宅地造成に関する工事の許可を受けた後に、工事の計画を変更しようとするときは、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし例外的に、軽微な変更であれば、都道府県知事に届け出るだけで良いです。 で今回の問題文っていうのは原則届出で良いとなっているので誤りなんですね工事の計画を変更しようとするときは届け出なければならないとなっているのでこれが誤りということですでこの解説を1回読んで分からなかったんどういうことってなったのであればこれは問題文が理解できていない証拠なんですね宅見合格するために一番重要なことっていうのは問題文の理解なんですね で、これっていうのは、実は個別指導でしか教えてないんです。無料の解説動画で教えている内容っていうのは、法律の理解の部分なんですよね。なので、ある問題があって、この問題はこうやって解きますよね。で、こういった具体例があると分かりやすいですよね。こういったイメージあると分かりやすいですよね。みたいな感じで解説しているので、まあ内容的には分かりやすいと思うんですよ。ただ、それっていうのは、解説の理解。つまり、法律を理解するための勉強であって、 卓研試験で得点するための勉強としては不十分なんですね。卓研試験で合格するためには、まずは問題文を自分自身で理解できるようにする力をつけること。これが一番重要なんです。これができれば日頃の問題でも自分自身で問題文の状況が理解できるようになって、この状況だからこのルールが適用されるんだというふうに問題と解説をセットで頭に入れていくことができるようになるんですね。 でさらに、初めて見る本試験の問題でも、自分自身で問題文は理解できる。あとは、法律、知識の勝負なんですよ。たくさん知識が頭に入っていたら合格できるし、そうじゃなかったら落ちるっていう話だけなんですよね。多くの方が、知識はたくさん頭に入れてくるんですけども、そもそも問題文を理解するための勉強を行っていないがゆえに、問題文が理解できない。だから、これまで勉強してきた知識を使うことができなくて、失点しちゃうんですよ。 よく引っ掛け問題に引っかかっちゃったとか後になって問題見返したらこれ解けたのにそういった問題が5点ぐらいあったそういった方よくいるんですけどもそれっていうのはそもそも問題文を理解するための勉強をしてなかったからそうなるんですね問題文を理解するための勉強をやっていたらボンミスもなければ引っ掛け問題に引っかかることもないんですよ問題文の理解をやっていないことが根本的な原因だということに気づいていない人がほとんどなんですね なので、もし自分自身でその問題文を理解するための勉強法がわからないというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導ではもう一番最初にそれをお伝えします。それを使って日々の勉強をやっていけば、勉強したらした分だけ実力が上がります。次の試験であなたに合格していただきたいと思ってますんで、ぜひこのノウハウを手に入れてください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらからご確認ください。 今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。